壁というのはできる人にしかやってこない。超えられる可能性がある人にしかやってこない。だから壁があるときはチャンスだと思っている。イチロー。神様は私たちに成功してほしいなんて思っていません。ただ挑戦することを望んでいるだけ。マザー・テレサ。一つ一つの悲しみには意味がある。時には思いもよらない意味が。どんな悲しみであろうと、それはこの上なく大切なもの。太陽がいつも朝を連れてくるように、それは確かなことなのです。ウィルコックス。探索尽きたと思うな。自ら断崖絶壁の淵に立て。その時初めて新たなる風は必ず吹く。松下幸之助。世界には君以外には誰も歩むことのできない唯一の道がある。その道はどこかに行き着くのかと問うてはならない。ひたすら進め。ニーチェ。過去ばかり振り向いていたのではダメだ。自分がこれまで何をして、これまでに誰だったのかを受け止めた上で、それを捨てればいい。スティーブ・ジョブズ。私は失敗したことがない。ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ。トーマス・エジソン。束縛があるからこそ私は飛べるのだ。悲しみがあるからこそ私は高く舞い上がれるのだ。逆境があるからこそ私は走れるのだ。涙があるからこそ私は前に進めるのだ。感じ。誰もの心に何かに向かって燃える火があります。それを見つけ燃やし続けることが私たちの人生の目的なのです。メアリー・ルーレット。
太陽の光と雲一つない青空があって、それを眺めていられる限りどうして悲しくなれるというの。アンネ・フランク。名誉を失っても元々なかったと思えば生きていける。財産を失ってもまた作ればよい。しかし勇気を失ったら生きている値打ちがない。ゲーテ。人を信じよ。しかしその100倍も自らを信じよ。手塚治虫。どんなに勉強し勤勉であってもうまくいかないこともある。これは木がまだ熟していないからであるから、ますます自らを鼓舞して鍛えなければならない。渋沢栄一。決して屈するな。決して、決して、決して。ウィンストン・チャーチル。成果が出ない時こそ不安がらずに、恐れずに、迷わずに一歩一歩進めるかどうかが成長の分岐点であると考えています。羽生善治。柔道の基本は受け身。受け身とは投げ飛ばされる練習。人の前で叩きつけられる練習。人の前で転ぶ練習。人の前で負ける練習です。相田みつを。才能で負けるのはまだ言い訳が立つ。しかし誠実さや勉強、熱心、精神力で負けるのは人間として恥のように思う。他では負けてもせめて誠実さと精神力では負けたくないと思う。武者の小路実篤。人間は真面目に生きている限り、必ず不幸や悲しみが降りかかってくるものである。しかし、それを自分の運命として受け止め、辛抱強く我慢し、さらに積極的に力強くその運命と戦えば、必ず勝利するものである。ベートーヴェン。
どうして自分が責められるんですか？他人がちゃんと必要な時に責めてくれるんだからいいじゃないですか。アインシュタイン。心配事の 98% は取り越し苦労だ。藤村正弘。困難を予期するな。決して起こらないかもしれぬことに心を悩ますな。常に心に太陽を持て。ベンジャミン・フランクリン。人は何度やり損なってももう一遍の勇気を失わなければ必ずものになる。松下幸之助。言い換え、怖かったら怖いほど逆にそこに飛び込むんだ。岡本太郎。ただ勘違いしちゃいけないのは、下に落ちるっていうことが進化していないということではないんですよ。下に落ちるのも次に登るための変化かもしれない。登るために落ちることが必要なこともある。本田圭佑。何でも思い切ってやってみることですよ。どっちに転んだって人間、延べの石ころ同様、骨になって一生を終えるのだから。坂本龍馬。焦ってはいけません。ただ牛のようにずうずうしく進んでいくのが大切です。集め漱石。叩かれたからといってへこんでしまうことはないわ。あれだけ叩いて卵を泡立ててもケーキは膨らむもの。メアリー・ジョンストン。失敗したからって何なんだ。失敗から学びを得て、また挑戦すればいいじゃないか。ウォルト・ディズニー。幸福のこんな定義を聞いたことがあります。幸福とは
健康と物忘れの速さである、ですって。私が思いつきたかったくらいだわ。だってそれは真実だもの。オードリー・ヘップバーン。自分に能力がないなんて決めて引っ込んでしまってはダメだ。なければなおいい。今まで世の中で能力とか才能なんて思われていたものを超えた決意の凄みを見せてやるというつもりでやればいいんだよ。岡本太郎。人に大切なのは自信を持つことだ。私が孤児院にいた時、腹を空かせて街をうろついて食い物を漁っていた時でも、自分では世界一の大役者くらいのつもりでいた。つまり勝ち気だったのだ。こいつをなくしてしまったら人は打ち負かされてしまう。チャップリン。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。